新型コロナウイルスのワクチン接種が進むアメリカ・ニューヨークではワクチンの供給不足が問題になっています。こうした大規模な特設会場が作られるなどワクチンの接種を加速させる体制が整う一方で供給が足りず予約が取れないといった事態も起きています。ニューヨーク市は27日一部の特設会場で接種の対象をニューヨーク市民に限定しました。Very excited, very happy. I've been waiting, I've been trying to take it as soon as they said I was eligible. これまで感染リスクの高い職種や65歳以上の高齢者など接種の対象であれば居住地は限定していませんでしたが州外から訪れる人が相次いでいました。このため接種が進む一方で供給が足りておらず新型コロナで打撃を受けた貧しい人などにワクチンが行き渡らないことが懸念されています。